What's up? ということで本日もやってまいりましたトレーニングインクラインベンチプレスでございます。やっぱりね、もうベンチプレスを伸ばしたいんですけど僕上部の筋肉が弱いということでしっかりと上部を鍛えないとダメだなっていうことでですね、こちらベンチインクラインベンチプレスを頑張っております。なので今年頑張ってる種目は何かって言われるとベンチプレスなんですけど フラットじゃなくインクラインベンチプレスを頑張ってるということになりますね。まあ、できる限りベンチプレスフリーウェイトでやっているんですが、スミスマシンを使ってるかのように固定した、しっかりと安定させたフォームで行いたいなというふうに思っております。で、今やってるのがですね、80キロ。 で、セットを組んでいる感じになります。この前に、まあ、100キロまた上げてみてとか、ちょっとそういった形で高重量をやりつつ、まあ、100キロ2セットやってみても、あ、1回も上がらなくなってから、この80キロのドロップセットを行っていっておりました。はい、ということで、食事がですね、続いて、ウエハースとオートミール。そしてですね、2食目に、せんべいとウエハースとプロテイン。そしてまたまたこちら、プロテイン。で、夜ご飯にですね、さつまいもと胸肉の炒め物を食べております。 なかなか撮ってなかったですね。あの、喋る動画をですね、昨日はトレーニングオフにしたんですけど、一昨日から僕の切り札、さつまいもを召喚しております。さつまいもがどう出てくるのかっていうのは、まだ後日日が進んでいかないとわからないところではあるんですけど、まあ、すごい調子自体はいいんじゃないかなと、最近、あ、徐々に、あ、絞れてきてんじゃねっていうのはね、感じているので、まあ、このままできたらなと思うんですけどもですね、まあ、食事自体はですね、いつも通りの、まあ、オートミール。 1合の米そして最後にさつまいもっていう感じでで完食にもね食べてトレーニングにも行ってっていう感じです 昨日はですね、まあしっかりと食事も取れてですね、謎にあのウェハースシールにはまりましてですね、ドラゴンボール、僕のヒーローアカデミア、ナルトというね、この3つのアニメのまたシールを集め始めてしまいましてですね、すごい無駄な出費が多い。すごい出費してるけどウェハースが家に大量にあるんです。意味のわからんぐらいあるんです。だからね、あの、これからはちょっとウェハース1日4枚ぐらい食べていくんじゃないかなっていうふうに思います。まあ昨日の食事もオートミール。豚ヒレを使ったカレー。 そして、完食に、まあ、ウエハース4つと、プロテインですね。こいつは梅風味。夜ご飯は塩コショウで炒めた胸肉の炒め物と、さつまいもになります。で、なですね、トレーニングオフにして、明日からまた3日間やって、土曜日オフにしようと思っておりました。だがしかし、今水曜日なんですけども。 僕ですね今あのすごい頭が痛くてですね頭の痛いのちょっとマシになってきたかなと思ったらすごい関節がだるくなってきてまして、まあ、完全にこれは体調不良やということでですねごごきをいただきましてお休みしようかなというふうに思ってますだからもうね午前の仕事が終わり次第もう 寝てまた明日ねライブとかもあるんで明日までに復活しなダメやなと思うんで今日はトレーニングもオフにして出社とともに筋トレも再開していこうかなっていうふうに思っています今まであんまり体調不良っていうのを感じてこなかった人間なんで最近ね僕はあの多分頭を使ってなかった人間が頭を使っているからこそ風邪ひきやすくなってるんですよもう僕の脳みそのキャンパーがオーバーしてるんでしょうねちょっと体調にちょっと出てきてしまってはいるんですけどもちゃんと頭を使う生活にも慣れていこうかなっていうふうにも思いますので頑張りますということで本日 ちちょっっとととと休んんででいいいきたいと思思ます食食事もちゃんと食べててこうと思ってるので体調不良こそ食事はしっかりと食べましょうということで,ですね今日はちょっとカロリーオーバーなってもいいぐらい食べようかなと思ってるので体調治ること願っています本日も終わりました体調が徐々に徐々に悪くなっているというかね頭痛とかマシなんですけど腰が痛い 体が痛いやつですね。まあ明日一日休もうかなっていう風に思ってます。今日のお食事はですね、だから一食分少なくなるところやったんですけど、まあオートミール食べて、胸肉のとご飯一合食べて、やっぱ風邪の時こそ、いっぱい食べて回復させるっていうのはね、自分の中でもモットーにしてるので、とにかく食べるということを意識して、今日は少なくなったらダメやっていうので、プロテインとウェハース二つっていうのも食べて、で、今から食べるのがさつまいもを入れたカレーですね。ご飯にかけるとかよりも、カレーを鍋からもうつ,ついて食べようかなっていう風に思ってます。食事のカロリー自体はね、 1000kcal ロロいかへんかなぐらいなんでこれ終わってからちょっとウェハース12枚ぐらいまた食べようかなと大量にあるんでねこんな感じでいっぱいあるんでとりあえずウェハースを食べてまあ今日は早くちゃんと寝て体回復させに行きたいなっていうふうに思ってます中盤あたりになって全然トレーニングができないやんっていう日もあるのはあるんですけどねしっかりと絞りきれるように頑張りたいと思います木曜日米1合と豚ヒレ肉の丼そしてプロテインとウェハースを食べましたでまた米1合にですね 胸肉と炒炒めめた野菜のの物をのけてててにして食べています朝一オートミールを食べ二食目に米ちご豚ヒレ肉を食べウエハースプロテインそして夜はさつまいもと胸肉の炒め物を食べましたなんとですね木曜日僕体調不良だったんですけれども金曜日にまあ、ある程度回復はして、まあ、約束もあったんで ちょっとトレーニングオフにしようかなと思ってたんですけど、筋トレしてきました。本日は胸のトレーニングの日ですね。まあ基本的にはちょっと体調不良後でもあるんで、リハビートレーニングの気持ちで、ちょっと普段よりは軽めで、マシンメインでトレーニングは行っていきました。やっぱりこのインクラインのマシン、ストレッチがすごくいいですね。あの、体調不良後のトレーニングにしてはできたんじゃないかなっていうふうにも思いながらも、やっぱりなんかどこかで、 一歩力出ないなあと一歩力出ないなっていう感覚のままちょっとトレーニングは行う形になりました 2>, 2種目目ですねはい2種目目目にはですねインクラインフライを行いましたインクラインフライもやっぱいいですねやっぱりあのダンベルで行うの最近あんまやってなかったんですよ ダンベルで行うと、やっぱストレッチの可動域っていうのが、マシンだと、あと一歩ってところで止まっちゃったりするのが、自分の行きたいところまで行けるのと、収縮も自分がやりたいところまでできるんで、まあたまにやっぱりこうやってダンベルのフライとかっていうのは入れていくべきやなっていうふうには感じますね。やっててやっぱすごくパンプアップしやすい感覚があるのもダンベルですし、まあ怪我しにくいフォームっていうのも、やっぱり自分でコントロールできるんで、やっぱダンベルは素晴らしいなと思いますね。 2日間ぐらいいいれていないですよねしゃべるかを食事自体はあんまり変わらず、ちゃんとオートミール、米、さつまいもベース、そしてウエハース。これがね、もう2日間続いてたと思います。なんと、小麦デーって言ってたように、チートデーでいました。なので、チートデーで、キューバサンド、ピザ、バーガー、クロワッサン、生ドーナツ、中華。これらを食べましたね。幸せでした。カロリーとしてはね、そんな いっぱい取ったわけかじゃないかなと。二人で行って分けて食べたりしてたんで、ちょうどいい量で苦しむことなくチートデイを終えたんですけど、その時の自分の感情的に大体チートデイって、やばい追い込まれてるって時は、今日食べな、明日食べられへんから、食わなってって食い意地張るんですよ。それがなく冷静に食べれてたなっていう風に思うんで、めちゃくちゃ良かったですね。チートデイとしてはいいです。今日はむくんでおります。はい。ということで、今日はですね、今からコートレをしていきたいなという風に思います。 日曜日のね、動画を撮ってなかったので今撮ります。ちょっと晩御飯中なんですけど。まあ、日曜日はあのー、休日ということでゆっくりしててですね。まあ、食事としてはそんなにいっぱい食べてないですね。2食、2食は写真撮りました。朝起きて、ご飯食べて、筋トレ行って、帰ってきて、ウェハース食べてプロテイン飲んで、で夜ご飯食べて、って感じで終わりました。まあ、チートデンの次の日ではあったんですけども、まあ、そんなにいっぱいね、大量に食べたわけでもないので、芋たれも何もないあの、平和な次の日でした。ということで、また翌週もお楽しみに。